私の方で大津市の方とですね、交渉の方をちょっと進めていくことに、なりました。その上で、まあ、一度大津市とちょっと話をしなければですね、私が今登記上あります民筑党に所属するかどうか、政党交付金を受けるために民筑党に所属するかどうかの判断をするためにですね、様々なちょっと条件提示を行いたかったので、大津さんに私が LINE の方で直接連絡を取ったところ、ちょっとなんか記者会見で事務所もいらないし事務員もいらないしって言ってたのに、新しく事務所を借りて事務員を雇うらしいんですよね。でもう僕は必死にもうお願いやからそこにお金を使わないでほしいと、もう事務員事務所が必要ならばうちの事務所でやったらいいんじゃないかという代案も出しましたが、見事に断られました。一審判決に従うということでよろしいんですかっていうふうにまた確認したところ、またこれもはぐらかして帰ってこずに、そして早速なんですけれども、まず私の方で、代表権争いについてのお話をさせていただきたいなと思っております。もう立花さん自身がですね、もう前を向いて、次の衆院選に、注力しております。ということもありまして、私の方で大津市の方とですね、交渉の方をちょっと進めていくことに、なりました。その上で、まあ、一度大津市とちょっと話をしなければですね、私が今登記上あります民筑党に所属するかどうか、政党交付金を受けるために民筑党に所属するかどうかの判断をするためにですね、様々なちょっと条件提示を行いたかったので、大津さんに私が LINE の方で直接連絡を取ったところ、まあ、大津さんの方からですね、13日以降であれば、対面で、それまでだったらZoom で体調が悪いためにできますよということで、1月10日10時から私の方と、Zoom で2人でですね、対面、Zoom でミーティングの方を行ったところ、まあ、結論からいくと総会でも申し上げたんですけれども、決裂いたしました。まあ、要するに全く条件を飲んでくれなかったということなんですね。まあ、そういうことで、まあ、私の方が、まあ、どうしてもこれは残る判断もできないのじゃないかと思っておりますが、期限が1月16日になっておりますので、もうそろそろ結論の方を出していかなければならないと思っております。もうある程度の決断はある程度しております。もうここまで来たら、やるべきことをやっていくしかないなというふうに思っておりますが、年始早々ですね、債権者の方々支持者の方々から私の LINE と Twitter のメッセージで、相当数のメッセージ、しかも一人一人すごい思いをかけた長文がたくさん届き、全てのメッセージに、私個人お詫びを申し上げながら、メッセージの方を返信させていただきました。その上でですね、大津さんにその意思も伝えた上で、私としては、民筑党というところにですね、所属をして、政党交付金を受け、しっかり債権者の方々に、ご迷惑がかからない形に、やっていきたいという旨を伝えたんですけれども、条件は一切飲んでくれずですね、非常に厳しい状態であります。ただですね、私はツイッター上でやり取りはしてるんですけれども、まあ、大津さんにメンションを飛ばして、必死にメッセージを飛ばしております。サイト焦ってるんじゃないかという方あのような言われ方もしてるんですけども、非常に焦っております。もちろんです。それはやはり、代表権争いをしている中ですね、代表という立場で私はやっていくという覚悟を持っているので、その方々債権者の方々に返済をしていかなければならない、そのための原資を確保するために、必死にもがいております。その状態にもかかわらずですね、何の条件も飲んでくれないような状態がずっと続いておりですね、昨日も一日、何回か大津市とですね、LINE でやり取り交渉をしてまいりましたが、もう最終的にはやはり大津市からも返信をくれない状態が今も続いております。何度かした後にやはりはぐらかすんですよね。私の質問に対して結局何も答えずに、私は言いました、信用できません、等々ですね、もうずっとその状態が続いて、もう平行線のままです。結局その決裂状態のまま、何も条件を飲んでもらえず、党にだけ所属して、もう極論黙って入れよみたいな状態なんですよ。お前が条件つけるのは黙って入れよ、お前が債権者に返すって約束したんやろ、それ以外の選択肢ないだろう、まあそのような状態です。
まあ、非常に、私自身もですね、憤りも感じておりですね、まあ、腹立たしい気持ちもあるんですけれども、まあ、最終決定は、来週に、持ち越すというところに、私の方を考えております。まあ結論はちょっと来週には持ち越すんですけれども、まあ、さまざまつけた条件の中でですね、まあ、大津氏がしきりに言ってたのは、信用ができないということを私側に言ってくるんですよね。大津氏にとって信用できる人って結局誰なのと誰が信用できるのと、要するに信用ができないから情報開示できない、そしてなんか新しく事務所を借りるって言ってたんですけれども、確かなんか記者会見で事務所もいらないし事務員もいらないしって言ってたのに、新しく事務所を借りて事務員を雇うらしいんですよね。でもう僕は必死にもうお願いやからそこにお金を使わないでほしいと、もう事務員事務所が必要ならばうちの事務所でやったらいいんじゃないかという代案も出しましたが、見事に断られました。そして、うちの事務所でできひんにやったら分かりましたと、開発室でやってくださいというふうに言ってもですね、結局あそれいいですねって言ってただ笑ってはぐらかして終わりです。もう何の回答も得られませんでした。まあそんな、全くもってですね、信頼関係が築けないような、1時間半ほどの、Zoom でですね、もちろん、ここの、私自身とですね大津氏の話の内容がやはり皆さん気になるでしょうから、まあ大津氏側が印象操作みたいなことを言ってたので、もちろんこれは僕の方からも提案したんですけど、お互い録音録画しときましょうと、提案したところ大津さんが、それはいいですよと、当初言っていただいてたので、 Zoom 上のですね、録音を、向こうがホストとしてやってくれたので、やってたので、まあ私の方もそれはもちろん分かってる通り怪しいなと思ってたので、まあ Zoom 始まった時に、まあ、私の方でもレコーディング撮っときたいので、ぜひ、許可出してくださいって言ったら、Zoom の許可の出し方がわからないと言われてですね、ちょっと何を言ってるのかなと思いながら、まあまあまあいいやと思って、まあ、向こうが録画を持った状態でですね、もちろんやっぱり最終的には、その録音録画、結局 Zoom のね録音録画はくれませんでした。よって、私と大津氏のやり取りが、表に出せてない状態ではあるのでですね、ぜひ気になる方はですね、大津さん側にですね積極的に Zoom の録画を出してほしいということを訴えてほしいなと思います。私自身何も都合悪いこともなければ、隠すようなことももちろん一切ございませんのでですね、僕の正直な気持ちをもう全面に訴えかけて、ちょっと怒り半分で訴えかけた部分もありますので、実は僕的には本当皆さんにむしろ見ていただきたい、僕の気持ちが十分に伝わる内容となっているので見ていただきたい内容なんですけれども、まあ大津氏側が出さない、そして、まあ、大津氏からのメッセージの中ではですね、もしそれ以外で録音録画あっても出すことは許可しませんというふうにですね、何の権限を持って許可しないと言っているのか、まあ、これもよくわからない内容でこう言ってきたんですけれども、皆さん気になる方は、もう定性的にね、大津さんよくスレッズの方で、スレッズの方も僕大津さんのスレッズも見に行ってるんですけれども、どうも向こうの方が居心地いいようですね。スレッズでは仲間たちが数名、言っても100名もいないでしょうけど、数名程度いて居心地いいから向こうで結局積極的に動いてるようなので、録画見たい方は大津氏の方にアプローチをしてもらえたらいいんじゃないかなと思っております。そして、もう一点、録音録画の件と、それとですね、大津さんの方に投げかけた、これもツイッター上でやってるんですけれども、まあ Zoom のやり取りの中でもうしきりの大津さんは司法の判断に従うって言ってるでしょうということをこれしきりに言ってたんで、もちろん何度も確認の上、大津さんその司法の判断というのは一審判決に従うということですかと、要するに代表権が一審判決で斉藤であるというふうに出た時には大津さんは代表を降りてくれるんですかということを確認したところ、もうこれもまたはぐらかしだったので再度 LINE の方でお願いをしましたところですね、斉藤さんが 在任期間中ですね、議員でいる限りミンツク党に所属してくれると、サインをしてくれるならば、私はサインをしますよと、いうふうに、言ってきたので、おこれはちょっと新しい進展だなと思いですね、私の方で再度、まあ、司法の判断という言い方しかしなかったので一審判決に従うということでよろしいんですかっていうふうにまた確認したところ、またこれもはぐらかして帰ってこずに、まあ、あとはトヨタ弁護士に
全部話をしてくださいって言って、じゃあ分かりました、豊田弁護士に一審判決のに従うと大津さんが言ってると話していいんですねっていうふうに確認をしたところ、何度もしつこいみたいなとかという回答で、イエスはノーで答えてくださいって言ったんですけど、結局イエスともノーとも言わず、最終的に、もう一度確認しますと、もう何度も確認してるんですけど、豊田弁護士に話をする上で、その一審判決に従うと、いうことでよろしかったですかというところで、既読スルーのまま、昨日から今日を迎えておりますというような状態でございます。パチプロ政治家 YouTuber N 国代表俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力、未来永劫不老不死、天上天下唯我独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党、不倫路上カーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、ないのないの受け取りさ、多分ないんだ受け取りの方もっと一発自信よ、めたくなるよ、もうこりぼりよ、一人で始めた放送局 NHK まるで暴走族だから、俺が全てを暴く NHK をテッカー。